1982年に俳優の穂積貴信さんの体験をもとにした積み木崩しという本が出版されました。副題は親と子の200日戦争。この本は大変な反響を呼び、映画化、そしてテレビドラマ化もされました。ドラマ積み木崩しは1983年2月5日から3月29日まで毎週火曜日に放送されました。非行に走った一人娘との壮絶な戦いの日々、そして娘が更生するまでの家族の血の滲むような努力を綴った実録作品。リアルで迫力のある描写は視聴者に強く訴えかけていました。主演は当時アイドルとして人気絶頂にあった高部智子さん。その体当たりの演技の凄まじさは社会現象にもなったほどです。そこで今回はこのドラマ積み木崩しに出演した主要キャストの皆様の現在についてご紹介したいと思います。また実際にモデルになった方々についてもご紹介いたしましょう。積み木崩しはどんなドラマ。俳優の穂高信彦は妻の美恵子、娘の香里の3人家族。信彦は仕事柄家を留守にすることが多く、娘の教育などは妻に任せきりでした。香里は幼い頃から学校へ行けないほど病弱で、薬で治療を続けますが髪の毛が赤く変色してしまい、中学校ではその赤毛のせいでいじめの標的になったりもしました。他の生徒から因縁をつけられ、怪我をすることもあり、心は荒んでいきます。そんなある日、突然非行に走ってしまった娘の香里。そこから始まる想像を絶する戦い。不登校、家出、シンナー、窃盗、家庭内暴力など香里の非行はひどくなるばかり。まさに、家族にとっては地獄のような日々が始まるのでした。それまで、娘の教育を妻に任せきりにしていた信彦、そして娘を甘やかし続けていた妻美恵子はカウンセラーの力を借りながら香里と向き合い、更生へと導いていくのです。ドラマ積み木崩しは決して子育て者ではありません。むしろ親育て者と言った方がふさわしいかもしれません。親は常に一貫性を持ち、子供に対しては毅然とした態度を取るべきだということをこの親子の戦いが教えてくれるのです。出演者の現在は。それではここでドラマ積み木崩しに出演した女優俳優の皆様の現在に迫ってみましょう。高部智子、穂高香織。高部智子さんが演じた穂高香織は不在がちな父、そして母からの溺愛を受けたこともあり、幼い頃は内向的でわがままな性格でした。高部智子さんはテレビ朝日の金ちゃんのどこまでやるのにおいて萩本欽一さんの愛娘3人で構成されたユニットわらべの長女のぞみを演じて大人気を博します。その後ドラマ積み木崩しで主人公を演じて大ブレイク。しかし人気絶頂の1983年ベッドに横たわりタバコをくわえた写真が写真週刊誌フォーカスに掲載され、未成年喫煙などの疑惑が浮上。これはニャンニャン事件と呼ばれ、この影響で出演中の番組や CM 全てを降板し謹慎生活に入ります。謹慎明け以降はドラマ転校少女愛に主演、シングル雨の街でソロ歌手デビュー。22歳の時に幼馴染と結婚してコンビニの経営に勤め2児を設けますが、数年後に離婚。その後再婚しますが再び離婚となります。2022年現在、高部智子さんは精神保健福祉士として認知症患者のカウンセリングなどを行い、その進行の度合いを測りながらケアの対策を考えているそうです。自らが苦しみ悲しんで精神医療の道を探っているとのこと。現在高部智子さんは20代の娘さん2人と平穏な生活を送っています。思えば高部智子さんの人生も波乱万丈と言えるかもしれません。あれから年月を重ね54歳になった今、
ご本人は生きるとは何ぞやと問い続けたいと語っています。前田吟、穂高信彦。前田吟さん演じる穂高信彦は香織の父親で俳優。娘の教育は妻に任せきり、世間体を気にする面はありますが、家族への愛情は持っています。前田吟さんの母はシングルマザー。生後すぐに前田家に養子としてもらわれましたが、4歳くらいの時に養母が亡くなり、中学2年になる前に養父も他界、行き場を失って親戚のおじさんに預けられたそうです。大変な苦労だったでしょうね。前田吟さんは黒澤明監督の映画を見て感動し、役者になることを決意。奴隷工場の演技が山田洋次監督の目に留まり、映画男はつらいよシリーズ50作の全てに出演しました。またドラマ渡る世間は鬼ばかりにも29年間出演しています。1964年に結婚した前田吟さん、2022年現在お子さんは4人、全て男の子で、長男はテレビ東京勤務、次男は3年 B 組金八先生ホテルなどに出演している俳優の前田純さん、三男は会社経営者、四男は競技ダンス選手の前田徹さんと、皆さん各分野で活躍中。デビュー以来数多くの映画やドラマで活躍する前田吟さんですが、近年はドラマ全力疾走、映画3月のライオン、その他二代目和風総本家などのバラエティにも出演しています。出演本数は減りましたが、お体に気をつけて今後も頑張っていただきたいです。小川真由美、穂高美恵子。小川真由美さんが演じる穂高美恵子は香織の母で、病弱な香織に対して負い目を持ち甘やかして育ててきました。カウンセラーの竹村からのアドバイスに戸惑いながらも、香織を更生させるために立ち上がります。文学座の研究生としてデビューした小川真由美さんは、ドラマ孤独の賭けや映画2匹のメス犬などでの強烈なイメージから、悪女スターというレッテルを貼られたこともありましたが、一方では名女優杉村春子さんの後継者とも謳われていました。小川真由美さんは1967年、同じ文学座所属の俳優細川俊之さんと結婚し、一女を設けますが、1973年に離婚。その後舞台で共演した俳優の橋爪功さんと急速に接近し婚約。しかし、これは実験婚約と本人も語っており、実際、結婚には至りませんでした。娘の小川雅代さんは、2012年に、告白本、ポイズンママ、母、小川真由美との40年戦争を出版。母親から受けたとされる数々の精神的虐待により、うつ病とパニック障害を引き起こしたことなどを赤裸々に綴っています。小川真由美さんは、怪しげな宗教や霊能者に翻弄されていた時期もあったとか、一般人には伺い知れない、スターとしての悩みやストレスもあったでしょうし、特に孤独な芸能人は洗脳されやすいのかもしれません。現在は、これらとは関わり合いはないようです。ちなみに娘の小川雅代さんはマーという名前でロックバンドジェットセットでギターボーカルを担当。1985年の新宿ロフトを皮切りにバンドソロとライブ活動を続け、2022年現在も活躍中。白いギブソン SG カスタムが彼女のトレードマークです。古谷一行、竹村宏。古谷一行さんが演じた竹村宏は、警視庁本庁内に所属するカウンセラー。相談者である穂高夫妻だけでなく、香織に対しても指導を行います。古谷一行さんは、横溝正史シリーズで金田一耕助を演じて当たり役となります。2019年には、加藤シゲアキさんが金田一耕助を演じる悪魔の手まり歌に、金田一耕助の相棒磯川警部役で出演し、新旧金田一役俳優の共演が実現。また金曜日の妻たちへ失楽園などで人気を博し、土曜ワイド劇場混浴露天風呂連続殺人シリーズの
左近太郎役も当たり役となり、25年間主役を続けています。古谷一行さんの長男はロックバンドドラゴンアッシュのボーカリスト古谷健二さんで、かつてはドラゴンアッシュのアルバムの TVCF に古谷一行さんが出演したり、古谷一行さんが主演した映画手紙には古谷健二さんが出演したりしています。古谷健二さんの妻はタレントのめぐみさんで、息子、つまり古谷一行さんの孫は古谷凪さん。2020年に岩井俊二監督の映画ラストレターで俳優デビューしました。いつの日かおじいちゃんと共演なんてことがあるかもしれませんね。以前共演者の女優さんとの浮気が発覚した時は潔く認めたため、逆に古谷一行さんの株が上がったそうです。2011年に肺がんの手術を受けていた古谷一行さん、2012年には仕事に復帰しますが、特に抗がん剤治療がとても辛かったと語っています。現在は週に2、3回はウォーキングをするように心がけているそうです。年齢的にも体のことを考えて仕事をしてほしいですね。由美恵子、美恵子の友人。由美恵子さんが演じたのは美恵子の友人で、幼い頃の香織の言動を見て心配していました。その後も時折穂高家を訪れ美恵子の相談に乗っています。由美恵子さんは映画赤いカンナの花咲けばでデビュー、東海道ジャッキリ娘で人気者になり、その後もダイエーに所属しコンスタントに活躍します。1966年ドラマこれが青春だ以降はテレビドラマに多く出演するようになり、特に水戸黄門におけるお蝶役のような時代劇の悪女役に精彩を放ちます。由美恵子さんの父は名優牛尾万太郎さん、夫も俳優の宮口二郎さん、そして2人の弟柴田雅弘さん、柴田照彦さんも俳優という芸能一家として知られています。銭形平次、キーハンター、ザ・ガードマンなどシリーズもののドラマへの出演が多い由美恵子さん。2013年のドラマ黒百合団地以降は出演作はないようです。2022年現在85歳という年齢もあり、静かに暮らしているものと思われます。村野瞳、大川明子、不良の上級生。村野瞳さんが演じたのは香織が転校した中学校の不良グループのリーダー。香織に因縁をつけますが去られてしまいます。旧芸名の村野瞳というのは本名でもありますが、1980年に出演した3年 B 組金八先生で演じた大川明子という役名をそのまま新しい芸名に。3年 B 組金八先生シリーズにはファイナルまで出演し続けました。その後はずっとあなたが好きだった AD ブギ、教習所物語、積み木崩しなどに出演。それ以降は目立った活動がないようですが、2019年奥本はじめ監督の映画宿りに出演しました。女優の傍ら武田鉄矢さんらのマネージメントもこなし、武田鉄矢さん主演のドラマには企画の段階から参加するなど積極的な活躍をしています。3年 B 組金八先生で大川明子さんと共演した女優の上戸彩さんは、彼女のことをあっこさんと慕い、料理を教わったり恋愛の相談をしたりしたそうです。武田鉄矢さんの家に一緒に行って奥さんと3人で料理を作ることもあるのだとか。上戸彩さん以外にも多くの人と交流があるという大川明子さん、仲間内の誕生会の幹事をしたりと顔の広さも有名です。武田鉄矢さん主演の映画に出演した元冬樹さんの関係で、元冬樹さんのマネージャーと知り合い結婚。現在は幸せに暮らしているようです。積み木崩し、実際のモデルになった人物。それではここでドラマ積み木崩しの実際のモデルになった方々をご紹介いたしましょう。穂積ゆかり、穂高香織。穂積ゆかりさんは積み木崩しのモデル。父は俳優の穂積貴信さんです。穂積ゆかりさんは13歳頃から非行に走りました。
両親が必死に止めようとしますが、非行はますますエスカレートし、親に金銭を要求したり、暴力を振るったりしました。両親は、警察に助けを求めたり、娘とどう接していくかについてのアドバイスをもらい、それらを実践していきました。例えば、門限を夜10時にし、1分でも過ぎれば、絶対に中に入れないというもの。穂積ゆかりさんは猛反発しますが、徐々に、両親の真剣な思いを感じて、非行はだんだん収まっていきました。父親の穂積貴信さんが、穂積ゆかりさんとのやり取りを元に書いた積み木くずしが出版され、ベストセラーになり、ドラマも大ヒットし、穂積貴信さんは売れっ子俳優となり、連日忙しく動き回るようになります。穂積ゆかりさんにしてみれば、自分が晒し者にされたと感じたのでしょう。ようやく更生しつつあったのですが、再び非行に走り、ついには薬物などの所持で2度も逮捕されてしまいます。1986年に穂積ゆりの芸名でドラマ妻たちの課外授業で女優デビューしますが、芸能活動は成功せずアメリカへ留学。そこで知り合った男性と結婚するも間もなく離婚します。そして日本へ帰国後、積み木くずしというナイトクラブを経営します。ナイトクラブも経営不振で廃業。その後は知り合いのスナックを手伝いながら生活していましたが、大量の飲酒もたたって腎不全で入院。術後からの生体腎移植を受けて手術を受けます。手術は成功しますが、翌年術後はこの世を去ります。そして腎臓移植から3年後の2003年、穂積ゆかりさんは自宅アパートにおいて多臓器不全により逝去。35歳でした。穂積ゆかりさんは穂積貴信さんの実子ではなかったことが判明するなど、衝撃的な事実も明るみに出ました。穂積ゆかりさんは様々な困難に見舞われながらも懸命に生きたと思います。とにかく彼女の生きるというエネルギーはすごいですね。穂積貴信、穂高信彦。穂積貴信さんは味のある脇役として映画、ドラマで活躍。また大ヒット映画バックトゥザフューチャーシリーズでドクブラウン役のクリストファー・ロイドの吹き替えを務めたことでも有名です。2018年、胆のうがんのため87歳で亡くなりました。穂積貴信さんが実体験をもとに出版した積み木くずしが大ヒットしましたが、実生活では妻が自ら命を絶ったり、娘の穂積ゆかりさんが病死したりと不幸の連続でした。また穂積貴信さんは著書やドラマ化、映画化されたことにより多額の印税も得ますが、その反動や悪徳会計士により多額の負債を抱えることにもなりました。娘の穂積ゆかりさんが亡くなった時、穂積貴信さんは積み木くずしさえ書かなければと後悔の涙を流します。穂積ゆかりさんが亡くなったのは自分のせいだと思うとも語っていました。穂積貴信さんにとっては積み木くずしだけが自分と娘の穂積ゆかりさんをつなぐ接点だったとのこと。積み木くずしがなければ家族の人生も全く違うものになっていたでしょう。結局積み木くずしによって幸せになった人は一人も見当たりません。俳優としてはデビュー以来膨大な数の作品に出演しており、また多数の吹き替えも務めています。まとめ、いかがでしたでしょうか。ドラマ積み木くずし、原作とは変更されている部分もありますが、非行に走った娘が家族の努力によって更生への道を歩んでいくという壮絶な人間ドラマであることに変わりはありません。もちろんドラマでは描ききれなかったことも現実にはたくさんありました。しかし有名な俳優の穂積貴信さんが自らの家庭環境を赤裸々に描いた作品として昭和を代表するドラマの一つであると思います。そしてモデルとなったお二人の人生も波乱万丈。まさに事実は小説よりきなりという言葉通りかもしれません。